今回は館内第45段周辺のラーメン屋さんです。まずは野毛のすみれ横浜店さんからですね。こちら、まあ、味噌ラーメンがめちゃくちゃ有名な、まあ、あのオイルがね上に表面をこう覆ってるっていう熱々の味噌ラーメンの北海道のね湯ですよね。もうめちゃくちゃ有名なすみれさんですけど、僕こちらの味噌ラーメンなんかいまいちパッとしなかったんですよね。僕的には美味しいんですけど、なんかもっと美味しいとこあるんじゃないかなって感じだったんですが、前回ね醤油を食べたらバチクソうまくて、わすみれ醤油だなと思って、であまりにも醤油がうまかったんで今回ね塩いってみようと思ってね塩を食べてみました。こちらがその塩ラーメンですね。結構麺は固めに茹でられている感じで、まあ、あのオイルがね同じようにこう表面を覆ってて熱々なんですよね。もう熱々っていうだけで嬉しいですよね。でまあ切れる、塩っていう感じのスープ、まあでも芳醇さもありつつって感じですね。でも正直僕はやっぱあの醤油の感動はなかったですね。塩もめちゃくちゃ美味しいんですけどね。で醤油にも入ってたこのかまぼこ何なんですかねこれいらないかなと思うんですけどない方が全然いいと思うんですよね僕的すみれさんは醤油、味噌、塩っていう順番ですかね。でもまあ美味しいんでね、たまにはいいかなと思います。そしてこちらは、なんすたらいいのかな、館内大通りをスタジアム側にバーって行ったところにある中華そば水島さんですね。3年ぐらい前ですかね、こちらできたばっかりの頃一回行って、それからなんかいまいち印象に残ってなかったのか、僕忘れてたんですよね、ここにラーメン屋さんがあるので全然来てなくて、歩いてたらああこんなところにあると思って、あそうだ昔行ったなと思ってね、今回また来てみました。こちらは無花鳥の中華そばが売りなんですけど、花鳥入りの昔ながらの中華そばっていうのもまだ僕食べたことないんですが美味しいみたいで、まあ、今回はね無花鳥の方行かせていただきました。清潔感漂う店内でねすごいいい感じだと思います。この五目おにぎりはランチだけなのかな、もう頼んでないけどねサービスでついてくるんですよ。こちらが無花鳥ワンタン麺ですね。ワンタン麺もいい感じでね、無花鳥のこのスープもすごいね旨味があってね、以前食べた印象よりもすごい美味しくなってたような気がしましたね。正直こんな美味しかったっけなっていうぐらい美味しかったですね。でこれに味を占めたんで、次回はね花鳥入りの昔ながらの中華そばも食べてみようと思って、別に僕無花鳥だからいいとかっていうのはないので美味しければ何でもいいんですよね本当こちらで美味しかったんでね、なんで俺来なかったんだろう。でまあただ単にね別になんか嫌な思い出があるとかじゃなくて忘れてただけなんで、もう今回すごいね気に入ったんでね、また来てみようと思います。ぜひぜひ皆さんも行ってみてください。そしてこちら坂東橋の近くにある麺屋大華さんっていうのかな、こちらね以前来てたんですが、まあ、ちょっと遠いっていうのもあってね久々の、訪問となります。こちらなんか広島の有名店のなんかこうインスパイアみたいな感じのラーメン屋さんみたいですね。僕はそのお店のことは全然存じ上げてないんですが、 でも前回食べた時も結構美味しいんですけど独特なラーメンだなっていう印象がありましたね。今回僕は普通の中華そばを行かせていただきました。あと半チャーハンのセットを頼みましたね。こちらめちゃくちゃ醤油が効いてるブラック系って言ってもいいんじゃないかって感じなんですけど、ちょっとね大阪とかあっちのブラック系とはちょっと違うんですよね。富山とかとめちゃくちゃ醤油が効いててしょっぱいですね。しょっぱいんだけどこの麺とか背脂とか入ってて狙ったしょっぱさでこの麺とね合ってるんですよ、背脂と。だからしょっぱいんだけどなんかねズルズルいけちゃって美味しいっちゃ美味しいですね。僕は好きです。ただ好みはめちゃくちゃ分かれるかもしれないですね。だから僕美味しかったですけどスープはさすがに最後までは全然飲めなかったですね。
しょっぱいけれどもその麺とか背脂とかのバランスはいいので、こうハマったらねすごいいいんじゃないかなと思います。そしてこちらが半チャーハンなんですが、半チャーハンというには、ありがたいぐらい量がしっかりあってね、めちゃくちゃチャーハン美味しいです。ここチャーハンだなと思いましたね。正直僕は醤油ラーメンより半チャーハンの方が良かったです。そしてこちらは伊勢崎町の入り口の方にある吉田町の先駆け星さんですね。この日はね鴨つけそばを食べようと思ってね、ワクワクで行ったんですけど、夏場は鴨つけはやってないと言われて、なんじゃそりゃと夏場こそつけ麺だろうと思ったんですが、まあ、やってないもしょうがないですよね。マスターに俺鴨入ってなくてもいいんだけど、なんかつけ麺できないですかっつって、何でもいいんでって言ったら、いいですよって言っていただけたんでね、ちょっとねつけ麺食べさせていただきました。インスタのお友達のヒロさんからは、またそうやってわがままばっか言って勝手なことしてって言われるんですけど、こちらメニューにはないのでやってくれるかどうかちょっとよくわからないんですが、この普通のつけ麺ですね、鴨も何も入ってないし麺も違います。それもねめちゃくちゃうまかったです。めちゃくちゃうまかったですね。僕鴨いらないんでね、夏場これをレギュラー化してほしいなと思ってますね。もう普通に美味しいんで、このつゆがやっぱ日本そば風のねこのつゆがいいですよ。めちゃくちゃ美味しい。またねぜひぜひこれも夏場はね鴨つけの代わりにレギュラー化していただけたらと思います。ちょっと検討してみてくださいスープ割りをいただいて KK フィニッシュという感じですね。本当に美味しいんでね、まあわがままね聞いてもらったんでね、あんまり、も言えないですけどねまたやっていただけたらと思います。そしてこちら伊勢崎町中腹のホームベースを左に曲がったところにある、もう横浜で一番美味しいスープカレー屋さんって言っていいと思います。いろいろありますけど、もうここより美味しいスープカレーはね僕はないと思ってますね。ラマイさんです。エレベーターでね7階降りたらもうすぐそこが店なので、ここ閉まってる時あるんですけど、あの自動ドアでタッチすれば開くんでね、こちらに入っていただけたらと思います。だいたい忙しいとね10人ぐらい待ってたりするんですが、時間をね少し外すとね結構待たないで入れたりするんで、僕は3時前後がおすすめかなと思います。土日はやばいっすよこちらに来たらベジタブルとかチキンとか豚とかいろんな豆腐とかね、揚げ出し豆腐とかエビフライとかあるんでカレーの種類を選びます。そしたらね、トッピングがある方はトッピングを入れるという選ぶという感じですね。トッピングがない人はスープの量を選ぶんですよ。スープ、L とかね L までただかな。そしたらライスの量を選びます。大盛りが 450g だと思うんですけど、そこまでただです。その次辛さを選びます。辛さも10ぐらいまでただかな。それ以降はお金はちょっとプラスって感じですね。僕はチキンカレーライス大盛りスープ大盛りです。辛さは7、8か、この時8ですね、ちょうどいいと思います僕的には。辛さ8ぐらいが美味しく、なんか無理せず食べれるかなって感じですね。僕結構辛いの好きなんで、まあ、北極よりまあ2ランク辛くないぐらいな感じですね。こちら前半はスープの方をライスにかけて少しずつ、食べていただいて、ライスがもう、3分の1以下になってきたらライスの方をこちらのスープ側にドボンして食べるのが僕のおすすめの食べ方です。そうするとねスープも温度も下がらなくて食べやすくて美味しいままいいんじゃないかなと思います。でこちらいろいろねポークとかね、豚の部位っていうか豚しゃぶ系のやつとかいろいろあるんですが、僕的にはもうチキンがナンバーワンですね。もうチキン超絶おすすめなんでね、チキンってみてください。最後ねスープ側にライスドボンしてもう食べます。これはもう最高だと思います。僕ねここに匹敵するっつったらね、蒲田のどんかりさんっていうスープカレー屋さんですけど、そこもうまいですね。でも横浜ナンバーワンだったらラメさんだと思います。今回もご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。